よ、みんな、おはよう。今日は、まさひろ岩沢君が、今回は、前回はボトムの攻めやったけど、今日は守りやる。すごいな。Let's go。 なんか途中でさ、いや、きつくなったりするじゃないですか。ああ。すごい頑張り屋さん。そうですね。それ言われると急にあのダメージが来る。はい。リバハム大阪の皆さん、こんにちは。大阪。はい。大阪です。いや、兵庫ですよね。そろそろね、大阪万博が。ワクワクしてる。いや、昔やったやつですか。大阪万博が。あ、もう一回やな。自分の友達が。え、お前知らない？こういうのがくっついてる。あ、気持ち悪い。なんだっけ？命の光みたいな。あれ、何だ？全然違うっす。俺知ってる。気持ち悪いって言っちゃうけど。ブドウみたいなやつ。はいはい。あ、じゃあ脈々様。あ、そう。様。クイ。脈々様ってなんですか。脈々様。夏？夏大祭だから。そういうこと知ってる。脈々。いつだい？いつやる？万博って何年？いや、わからん。わからん。万博な子供たちが集まってきて。大阪万博。ポップコーンをパクパク食べてワクワクしながら。大阪万博だ。したら。まあいいんだよ。いいんだよ。何でも。俺はそんなことがある。今日は守りを教えてくれるから。はい。充実してるだけだから。うん。確かに。で今日はめちゃめちゃ簡単に守り方を教える。守り方。下の守り方。下の守り方。で上の守り方ってよく分かんないけど。上の守り方さ、分かる？上の守り方ですか？上の守り方分かる？あ、トップ？ベースは、もうそれでいいマジで。最初は頑張りゃいいんだよ、とりあえず。頑張る。もう、なんか、こうやって、座って、触って。はい、じゃあ、こういうこと。上を頑張るってどういうことかって言ったら、辰之助こうやって揺さぶるから倒れないように頑張ってね。はい。いくよ。揺さぶる？この呪術つらい。でもこれを、辛い。これができていれば大丈夫。確かに。テクニック根幹を、最初は何でもいいからバランス取れれば大丈夫。そうか、ひっくり返さないと手だけ。そう。そこから学んでいくから。だからもう最初にコンバットベースを取る。やめちゃう、こんな時間。やめちゃう。で、まあ頑張ればいいですね。でも今手でやったからあれだけど、実際はもっと遅いし不器用だから、足とか、そう実際こういうのから始まるわけだから、めっちゃ脇とか締めてバランスとか取ってれば、これなかなかひっくり返んないから、やってもこうやってやって、確かに、そう頑張ってバランス取って、いや今自分バランス悪いなって思ったら、どんどんバランスのいい方向に動いていけばいいんだよ。そうやって、これなかなか変えられない、あ、嘘だろ。白身にディスロックするんですか。たまにこういうおじさんいるよね。いるっすね。よくないおじさんだ。まあいいんだよ、それは。そうやってちょっと痛みで耐えながら覚えていくんだよ。痛みとともに。そう。で、今日は下だ。下もう何やりゃいいのみたいな。守り方、攻めは分かっちゃう。こうやったらひっくり返るんだよ。そうですね。後ろにバーン。そう。じゃあ守り方ってどうやってやるかっていう話ね、はい、で、クローズガードが最初主流だと思うんで、クローズガード頑張って足持って足こう組んで開けないようにしてください、っていうのが一番最初、一番分かりやすいよく聞きますね、一番最初で、こうやってクローズガードこうやって組んで頑張って組んで、でもまあ例えばね、こう足に全然力こう最初入れ方分かんないじゃん、押されてさ、こうめっちゃ頑張る足、こうやって締めて、これで頑張ってやるけど、まあ、痛いみたいな。よくあるよ、ね。痛いんだよ、ね。そう、痛いんだよ、最初どうしても、これ、パチンとやられると。ここなんか、まあ、言った足の力だけでやるからだよ、
で足の力だけって、ね、無理だから言っても金の力も金の力ももう関係ない。もう道場に来たら必要なお金は110円ぐらいだけだから、水だけの正解、水代そうで、上がりしやがって。こうなった場合は襟とか引っ張っちゃうかって、襟引っ張るでしょこうやって、うん、でも襟引っ張ってもじゃあこれでガード割ってきて、何でも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 力入るでしょこれ。ああ襟引っ張ってもしょうがないの、うん、でもなんか取っ手があるから掴んじゃうんだよ、どうしても掴みやすいですね、うん、目の前にあるし、わらをもう、わそうそうわらを掴んで、ここで力んでって言われたらもうこうなんだよ基本。ああうん、しかもまあ別に手とか動くし、でもこの人がさ、もしその全裸だったらさ、全裸でやってるやつだったら大したほうがいいっすよ。全裸だったら、全裸だったら、ノギだったら、でもまあ、財布を使うことが、全裸だったら、これブルブルだったとかさ、あこうなる T シャツだ。じゃあこれ例えばさ、もみ合いになった素人の喧嘩とか見てみりゃ分かると思うけどさ、うん、じゃあ力んで止めなきゃいけなくなったら何してるかって言うと、大体相手抱えてるよ、うん、あでこうやって頭つかまえたり、あーっつって、うわーっつってこうやってこうやってやってるよって言ってる。これが正しいんだよ実は。なるほど、野生だ。だこれじゃない、これじゃないよ。あ持てるから持っちゃってるけどさ、うん、T シャツとかだったら持たない、持たないです。確かに、うん、もう倒されたら絶対こうだから、こうだからこうだね、ほらこう初期グレーシー初期のグレーシーのやつ肝臓蹴るやつ。あ、肝臓蹴ってるの。そう、蹴るんですね。肝臓で肝臓グレーシー。そうそうそう肝臓グレーシーだそれされた宝の部位の背中が真っ青になったから、すげえ覚えてる。威力あるんですよ。ある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 。でもこうやって相手はやっぱ頭ホールドする方が正しいんだ、うん、言ったら、うん、襟を持つっていうのは実際はあるから持ってるけど実際はいらないんだ、うんうんうん、じゃあやっぱりその最初にやらなきゃいけないことっていうのはこう相手こうやってベース取って崩れないようにしてくるじゃん、うん、まあ、頭大量掴んでもいいよ。こうやって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 こう頭をこう丸めさせるっていうのはすごい大事なわけ、うん、最初これがすごい大事。丸まってる、全然動けない、うん、これで、まあ、まず守る、うん、でもそれでも相手が頑張って引き離して、引き離してうわってきた、したらまたこうやって手下から通してっていうふうに、まあ、今ちょっとテクニック使ったんだけど、これはこうやってやると外れないけど、はい、あ出前だけどこうすれば外れる、うん、うわこうすれば、で相手も道具持ってるわけ、道具持っててこれこう外すって無理でしょ、うん、でもこいつは言ったら道具を下からこうやって脱ぐようにすれば絶対外れるから、うん、これでとりあえずあのくっつきはできる、うん、でまあもうとりあえず足がもう疲れてあのもう全然あの足力入らないんで、ね、足力入らない、なんかあったんですか。いやもうなんか爪とか剥がれちゃった。ああ曲がりすぎて、あるここがこうめくれちゃってくの親指のこと、でも足最悪みたいになるじゃん。あるな。したらもう最悪両足を肩に置けばいいから。おお、これいいんです。これで爪関係ないですね。これ、うん、これしたら大丈夫、まず大丈夫ね。でこれでお前頑張って動いてみて。あーもう爪剥がれて痛い。爪が剥がれて痛い。爪がね。うん。なんでついてくるんですか。え？わかんない。でも背中は燃えちゃうっすよこれ。炎の熊。痛い。ごめんなさい。これだけ守れちゃうけど実は。確かに。確かにずっこれ剥がれてないですね。一回も剥がれてない。これがずっともだったらダメだけど。はい。ずっともずっともずっともだったらダメだけど、ルーチ入っちゃうから。ああ。ああ。反則になっちゃう。うん。そうだね。ちょっと寝る時間はまあ20秒ぐらいだよ、ね。寂しいな。うん。でそうなるんだったらこっち掴み直し、いっぱい引っ張ってまたこれに戻すとかで。うん。でまた足もう全然力入らない。ああだあだあだ。それが痛くなっちゃった。みたいな。おお。でこれはいい。なんかね、これはダメなの。これはまあいいんだけど、でも足持たれるから、めちゃめちゃ振られる。難しくなっちゃう。こうやって、ブーンってやられる。そう。うん、でもこっちは手が内。うん、自分の鼠径部、あの股の内側のところに手がある。そしたら相手足持てないから、ここ。蓋されちゃうから。うん。あれほら。ほら足投げられる。そうか。もう、持てない。そう、もうずっともだ、うん、
とも、うん、でも、そろそろルーチ入るんですよ。おみたいな、うん、ずっとここでこう言い換えてればいいですね。そう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 、まずこれのやりくりだよね、うん、で今俺やったけどさ、全然襟触ってないじゃん、うんうん、まあそうですね、ね、これ襟実は最初もあんま持たなくていいから、あの、まずここだけ覚えていった方がいい。襟持つと力みすぎて全然わけわかんなくなっちゃうから、うん、もう最初守るんだったらこいつのやりくりでなんとかするっていうのを頭入れといて、頭捕まえて足乗せて、うん、頭捕まえて、そう、わかる、できる。あ、これっすね、最初守るんだってしちゃう。だから最初ね、本当に始めたばっかりで何にもわかんない、何にもわかんないし、もう足し算も不安。今何年生だ？4年生か。4年？ああ、4年生ぐらいの子とかだから、でもある程度もう理解力はあるから、何すればいいっていうのはゲームの中で覚えていけばわかるから、ここから覚えさせると多分良くなってくる。なるほど。だから何もわからないうちに呪術始めるっていう人はこの原理だけ今。3部にわたって教えてきた、うん、あの、もう3本見れば一応呪術のゲームどうすればいいか理解できるで、できる、そうそう、できる、うん、じゃバック取られたら、マウント取られたら知らんそのことハップしてください、負けだ、負けに近いから、うん、まずはここからやっていくことっすね、じゃないと、うん、ゲームゴブらないから確かに、うん、一番大事なとこっすもん、ガードのとこ、うん、はい、これを参考にしてみてはいかがでしょうか。そうだぞ、ではまた。みんな、あの、いろいろあると思うけど頑張れよ。頑張ろう。日本。サブチャンネル始めました。SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。